中国の観光は中国国内における観光及び中国人による中国外への観光を記載する。政府は外国人及び中国人の中国国内観光を推進している。中国観光の規模は2006年時点で世界第4位。2015年にはフランス、スペイン、アメリカを抜いて世界第1位になると予想されている。中国人による国内観光は 万里の長城などの有名観光地に行くことのほか、2000年代後半には都市部の農村を知らない人たちによる農村観光が人気となっている。もともと外交の補助手段として観光は始まった。当時の対象は東欧など社会主義国と国外在住の加強だったという。その後、改革開放を機に外貨獲得手段としての産業という位置づけに変わった。 国内観光地の質については、国家観光局が1999年により、中国の観光地東急 A、AA、AAA、RRR を定めていて、東急 RR 観光地を公開している。また、5つ星ホテルのリストも省別に公開している。中国人の国外への観光は、中国政府と外国政府とが承認した国に行くことができる。普通に、 団体旅行で国外に行くことが解禁されたのは1997年。また、特定の地域住民のみを対象に観光ビザを発行するケースもある。香川県の栗林公園で立ち入り禁止エリアに入り込み、写真撮影をしている外国人観光客。経済成長による中産階級の増加、所得水準の向上から中国人による海外旅行は増加している。 ブランド品が大好きで金払いが良く、一方でマナーの悪い中国人観光客は各地で良くも悪くも注目されている。2006年時点における消費規模は世界第6位。一人当たり消費は928ドルで第1位。2007年には安和との公用語に中国語が追加された。香港、マカオ、中華民国への旅行は一国二制度。 一つの中国の建前上、国外旅行ではなく、国内旅行であるが、実際には、国外旅行に準じた取り扱いがなされている。香港、マカオへ渡航するには、パスポートの代わりに、中華人民共和国往来港、沖通行証が必要であり、別途渡航目的に応じたビザも必要である。台湾の場合、大陸虚離往来台湾通行証が必要であり、 やはりベッ渡と項目的に応じたビザが必要である。この他に台湾政府の発行する中華民国台湾地区入りで会許可証が必要である。なお、空港でも香港、マカオ、台湾へ向かう航空機は国際線より発着している。主流となっている形式は団体形式でのパック旅行。パック旅行が主流となっている要因は観光ビザにある。中国は 経済成長を著しいものの収入格差が激しく、富裕層が増えている一方で、大勢の低所得層がいる。そのため、無制限な旅行の許可は低所得層が退去して押しかけてくる危険性があるため、また帰国せずに不法就労する恐れもあるため、外国は許可範囲の拡大に慎重になっている。ただし、蒸気ビザと同様、特定の地域住民のみを対象に、 個人観光ビザを発行する例も少しずつではあるが増えてきている。内容はあちこちを回る周遊型が主流となっており、これでもかと予定を詰め込んだ過密スケジュールは珍しくない。しかし、周遊型から一箇所に泊まって、じっくり楽しむ滞在型へと変化する動きが現れ始めており、質にこだわる兆しもあるという。中国人は旅先での失踪があることから、旅行業者は、 多額の保証金を預けなければならない。マナーは悪く、評判はよろしくない。要因として、国外のガイドなど他人を信用しない態度があり、マナー教育を行う必要があると指摘されている。一方で、銀聯カードの制度的バックアップもあり消費活動は旺盛で、各国では中国人観光客は注目される存在となっている。一例として、以下を挙げる。 以下に主な認定国を挙げる出展中国人観光客が選挙するヨーロッパ総取引金額45兆円の銀聯カードを引っ下げて日経ビジネスオンラインなお認定国は2007年で134カ国ありがとうございます。